チームで一体感を出そうとするのであれば、この三つのポイント。 これだけ気をつけたらいい。皆さん、こんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アダックスセールスアソシエイツの横山です。素材管理大学へようこそ。本日のテーマは、チームに一体感がない。どうしたらいいでしょうかこういった質問をいただいていますので、私が3部構成でその質問に答えていきたいと思います。こちらの YouTube チャンネルは、日立製作所で SFA CRM の設計開発導入支援をやってきた横山が、営業目標を安定的に達成させるため、マネジメント仕組み、 スキルについてご紹介するチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行きましょう。まず皆さん、チームに一体感ありますかあった方がいいよね。みんなバランバランだとえ、うまくいくこともうまくいかないし、特に組織リーダー、チームリーダー、マネージャーの皆さんね、心労が絶えないですよね。みんなバラバラですもんね。これってやっぱり家庭でもそうだし、どんなチームでもそうじゃないですか。皆さんが週末に 例えばソフトボールチームを率いてます。そんな監督やってます、コーチやってますっていう人もそうだし、まあ趣味で、例えばオンラインサロンを自分でね、やってるとか、まあいろいろあると思うんですよね。何らかの形で組織とはチームを束ねてる人にはすごく参考になる話ですので、ぜひぜひ今回の動画は最後まで注目して聞いていただきたいと思います。今回の動画3部構成でお送りしたいと思います。まず第1部。 一番の処方箋第二部は二番目の処方箋そして第三部は三番目の処方箋まあこういった順番でお話をしていきたいと思います。この動画最後まで見ることによって間違いなく皆さんのチーム一体感ガーッとね出ると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。まず一番の処方箋は何かというと、まあ当たり前ですけれども、絶対達成のコンサルタントですから、 共通の目標を持つということですね。ですので、まあ、かりやすい例で言うと、まあ、皆さんね、週末にサッカーチーム教えてますとか、野球チーム抱えてるんですとかね、どんな小さな野球チームであったとしても、例えば年間にいくつかの大会があって、この大会で2回戦までは行こうとか、もしくは準々決勝まで行こうじゃないか、そんな目標を設定して、その目標に向かって半年間頑張ろうって言ったら、一体感ができるに決まって、 てますよね。で、それおそらく私の動画を見ているまあ皆さんは営業チームを抱えているまあ、そんなマネージャーの方が多いんじゃないかなと思うので、まあ分かりやすいですよね。営業目標を絶対達成しようぜ。まあ、これですよね。で、この目標のもうちょっと一個下のものでもいいと思うんです。新規開拓で絶対達成させるとか、まあ、私どもの余在管理でもいいですね。目標の2倍の余在は確実に1年間で増やすぞみたいなまあ、こういう感じでやっていただければいい。 いいんじゃないかなというふうに思いますまず一番目の処方箋は共通の目標を持つということですまあ、とってもわかりやすいですよねそして2番目の処方箋は何かこれはねよく言われることなんですけど共通の敵を持つということですねうーんこれはなかなか難しいかもしれないんですけどでも共通の敵さっき野球チームとかサッカーチームっていう話をしたと思うんですけどライバルがいたり そしたら、まあ、当然、共通の敵があるわけでしょ。あそこのチームには絶対勝つぞ、みたいな。まあ、これだと、まあ、チーム一丸になるに決まってるわけですね。ですので、まあ、営業チームとか、職場でもそうなんですけど、うん、やっぱり、あの会社には負けたくないとか、まあ、こういうのがあってもいいですよね。社内でもあってもいいかもしれないですね。営業第1とか、営業第2かとあったら、第2かには負けるな、とか、あそこのグループには勝つんだ、みたいな。 まあこんな感じでもいいと思うんですね。えそして、目標達成ではなかなか難しいというんであれば、先ほども言った通り、余罪の量では絶対に勝て、みたいそんなんだったらいいじゃないですか。目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいても、目標日絶対達成させる営業マネジメント手法が余罪管理です。ですので、仮説立案力さえあれば、余罪は2倍仕込めるわけですよ。ですので、 社長私どものチームはなかなか目標は達成できない。もしくは成果は上がってないんですけど、あそこのチーム、あそこのチーム、あそこのチームよりも余罪は潤沢にありますっていうだけでもいいじゃないですか。お 見込みあるねっていうふうに言われるかもしれないですね。根拠は難しいかもしれないんだけど、来季、再来期以降はあ、かなり期待できるんじゃないのみたいな感じで言えますよね。ですので、共通の敵を作って、あそこには絶対に曲げないとか、やるぞみたいな感じでいくと、まあ、組織とか、え、チームは一体感持つと思うんですね。そして、3番目の処方箋は何かというと、 これは激悪ですけれども、メンバーの入れ替えです。メンバーの入れ替えなかなか難しいかもしれないんですけど、でも、激悪としてあるんですよね。なるほど。共通の目標があります。そして、あそこの部署とか、あそこのチームには絶対に負けないみたいな、まあ共通の敵を作っていくと、まあ普通は一体感出てくるわけなんですけど、それでもそうならない人は、じゃあどうするか、とメンバー入れ替える、 っていうこと。これはね、あってもいいと思うんですねで。さっき言った野球チームとかサッカーチームだと分かりやすいですよね。まあ、スターメン入れ替えるとなると分かりやすい。テクニック的にはあの選手の方がいいんだけれども、でも、やっぱりマインドがなかなかね、上がんないっていうんであれば、ちょっとメンバー交代しようか、みたいな感じで言うと、ああ、そうなんだってなるじゃないですか。 で、自分がスタメンで選ばれた。なぜかっていうと、やっぱり組織とかチームに貢献したい。まあ、こういったマインド意欲があるっていう風に、そういう風に思われたっていうことですよね。えー、チームのリーダーがということですので、そうなると、あ、つまりスタメンから外されたっていうことは、これちょっとモチベーション上げていかないとまずいなって思うじゃないですか。これで、 危機感が醸成されるということなんですよね。ですので、メンバーの入れ替えができるんであれば、まあぜひやっていただきたいなというふうに思うんですね。まあ部署では難しいかもしれないんですけど、何らかのプロジェクトチームを抱えているんであれば、例えば新規開拓とか、新規の商品開発とか、まあそういったプロジェクトチームであれば、えー、皆さん事情があるかもしれないんだから、で、メンバーの入れ替えやってもいいと思うんですね。もちろんいきなりやっちゃいけないですよね。えー、特にビジネスの現場で言うと、1対1で何 何回か対話を繰り返していって それだったら、プロジェクトから外してもらえるかなって、あ、その方が私もいいですっていう感じでこう入れ替えていく。まあ、それはね、まあちょっと激悪かもしれないんだけど、いいんじゃないかなというふうに思います。ですので、決まったメンバーでずっとやっていくっていうのはなかなか難しいんです。ですので、共通の目標を持って、そして共通の敵、もしくはライバルっていうものを設定して、そしてメンバーの入れ替えをやっていくと、一体感、間違いなく出るというふうに皆さん思いませんか ぜひ実践してみてください。今回の動画いかがだったでしょうぜひ皆さんにはこの余罪管理大学入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった気に入ったという方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そして先ほどからご紹介している余罪管理についてご興味がある方は概要欄で紹介されています。3つの資料が無料で手に入る。まあそういったサイトをご紹介していますのでぜひぜひチェックしてみてください。それではまた皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。